はい、来ました、パーフェクト第4戦北九州大会オホ VS 西谷特別予選解説やっていきたいと思います。140スタート西谷ジョージ、この2人今日全勝なんですよね。はい、候補選手調子良さそうですよね。やっぱりフィニッシュきっちり決めてるっていうのは調子いい証拠なんですよね。で140でオホ VS、さあ止まれない西谷ジョージが止まらないまま投げる、そしてサイドから内側を狙う、決まらないおとりで、さあそしてオホ361、このまま20ですね。オホ選手の調子良くなったのがこのリズムが以前に比べて良くなりましたよね。それとなんかこう縦ラインをすごく意識した投げ方になってますよね。さあ西谷260、左寄りがちょっと気になりますよね。今日多いですね左が。これでロースコア、ここでオホ選手ビッグチャンス。てかそんなにすぐ解説でいける体勢なんです。そうなんですよ、すぐいけるんです。だから朝からやれってなるんですけど、やっぱ解説のタイムリミットが6時間ぐらいなんですよね。もう疲れてくるので予選からやるともう不可能ですね。さあ211、残りは60から、もう1本60、そしてもう1本60、これで大選手が非常に有利になります。さあ124は60からいきます。104で18トリプル決まればインナー、アレンジしたんだ、面白くない男ほのりちか、ここでアレンジかい。心に響くインナーの音聞かせてほしかったよほのりちか。まあそれだけねこの一戦大事と思ってるんでしょうね。意地でも勝ちたいんでしょうね。おい、さすがです、ブレイクスタート。ノリチカ、視聴者の期待に応えない男候補ノリチカが18アレンジを決めて優先しましたけど勝利を。さあ変わって先行が候補ノリチカですからね。まあ西谷ジョージも候補ノリチカも言えるのは安心しますからね、調子がいいときは。はい、だから3勝なんかしたら王鵬はもうちょっと安心したりしますよね。西谷選手も、一山越したからちょっと気が楽になってるんでしょう。まあ打って変わって村長の浅田聖吾は、もう勝ち出したらもうもっともっと欲が出ますからね。あの人は全く違いますからね。もう対象がスタッツとかになってきますから、スタッツ今日一番になるんじゃみたいな感じで脱するのが村長のたるゆえんですよね、浅田聖吾。やっぱり山田裕貴もそうですよね。どっちかというと2勝とか3勝とか 3-0 とかで来るとちょっと、気持ちが少し緩くなりますよね。さあここ冷たいですね。王鵬は確実に予選抜けを決めたい、確実じゃない、もう予選抜けは決定なのか。王鵬のリチカはほぼ確、確定ではないけどほぼ確。そして6時、5-1なのか、うん、やっぱ5-1ですよね。まあこの辺のアレンジは好き好きなんですけどね。ああ、
まあ、サブロックアレンジする選手もいます。さあこれ決めて、これでちょっと西谷が危うくなりますよ。これ決められるとスト負けですし、決めた。王鵬のりちかが西谷ジョージを 2-0 で下し4戦全勝、くせ者王鵬予選通過なる。これで西谷ジョージ最終戦次第になりましたんでね、厳しくなる可能性が出てきました。